ビワの種取っといたやつ。種植えんのか。ふふ、ビワ食べ放題。ちゃんと実ったらな。ビワは？しんねえけど、10年とかかかったらどうすんだよ。この頃はおしゃれスイーツの方がいいんじゃねえの。想像つかん。弁当作るか。こら、手伝え。はーい。あいつは。でしょ？まあ、あれだ。男の子っつうのはだいたいそんな感じで。大吉。忍者の修行は琵琶飛ぶのだけだよな。ね？もう。と、こんな感じ？そうそう。ねえねえ、琵琶の木ってどれくらいの大きさまで大きくなるの？お家の屋根くらい？さあ、まあ、そんくらいかな。え？入ろうぜ。じゃああと10回。はーい。うん。あ、大吉もおはよう。今日は早起きだね。ああ、まあな。ちょっと大ちゃん、凛ちゃんにご飯作らせてるの？バカにすんな。飯はいつも2人で作ってんの。火を使うときは俺が。仲良くして。お前が動いたら元も子もないだろ。ガミー、はーい。抜け？へえ、なんか懐かしいな。ここ結構いるんだぜ。うわ、気持ち悪っ。ゆするな。遅刻すんだ。こら、車気ぃつけろ。いいよ。あ。ガミ、新幹線が運行してますって。うんこじゃねえよ。うんこ。うんこ。運行。新幹線は平常通り運行してますだろ。多分いつも通り走ってますってこと。ガミ、すいません、一応決まりでそういうことは。分かってます。でもこれからどんどん風も強くなるし、迷惑じゃないか二谷さんに連絡してみます。で、確認のために後で電話代わっていただけますか？